次の停車駅は水俣です。
っていう感じだったんですよ。はい、気楽に教えて、はい。泊まられた？あの、昨日、今日で泊まって、はい。こちらから泊まられたの？あの、福岡市に。
線は大昔天皇天皇が水俣を訪れた際、海中の一部が続くお湯よりも地の子供であるということから地の子という地名でしたと伝えられております。また受けた海まれが津波をしていたとも伝えられており、別名亀の湯温泉とも呼ばれております。湯の子周辺ではウミガメのモニュメントを数多く見ることができます。一方、山の湯で知られる湯の津温泉は地下の温泉がございますが、現在の水俣市宇部地区に平家の中野が住んでおり、その中野は川岸の近くの水たまりに千代田新宿の粒を見つけ、何日か経った後その場所に行ってみると、この粒の小さい家空高く飛び立っていったそうです。不思議に思った中野が下まで近づいてみると、お湯が沸いた通り、この出来事が湯の津温泉と呼ばれるようになったきっかけとされているようです。一つの温泉地ともとても良い泉質です。ありがとうございました。ぜひ水俣の温泉へお立ち寄りください。Thank you.